このテキストをやった方がいい方は、はい、つみあき、こんにちは、大西です。今日は中学文法の復習をするにあたって、どっちのテキストがいいかしらというお話をしたいと思います。私はどっちのテキストもいいと思ってるんですけど、独学でね、英会話教室とか行かずに中学文法を復習したいという方はですね、で、このミスターエヴィンの中学英文法を修了するドリル、これは私も解説動画なんかを上げさせていただいてるんですが、これすごく骨太なんですね。ただ骨太なんですけど、結構難しい方もいらっしゃると思います。で、これは買ってみてやってみてですね、あ、なんか難しいなって思ったら、こっちの分かりやすくシリーズがすごくいいです。これめちゃくちゃ分かりやすいです。すごくそぎ落とされているので。なので今日はですね、この分かりやすくシリーズが向いている方っていうのはどんな方なのかっていうお話をしたいと思います。はい、今から言う日本語をですね、英語にしてほしいんですね。10秒経っても英語にできないなっていう方、または答えを聞いてはって感じの方はこっちをやった方がいいです。はい、ということですね。じゃあいきますね。私は日本人です。じゃあ止めていただいて言ってみてください。私は日本人です。答え言いますね。 I'm Japanese. I'm Japanese. I'm は I am の短縮ですね。はい、この説明を聞いてはって感じかどうかですね。あ、わかるわかるだったら OK です。はい、じゃあ次、あなたは日本人ですか。言ってみてください。止めていただいて、Are you Japanese? Are you Japanese? じゃあ次、彼女は日本人じゃない。止めていただいて、 She isn't Japanese. She isn't Japanese. または She's not Japanese. She's not Japanese. 短縮する部分は She is を短縮して She is を短縮して、She's not でもいいし、 is と not を短縮して She's not、 あ、一緒ですね、あんまりさ、She isn't か、She isn't でもいいし、 She's not でもどっちでもいいですね。はい、じゃあ次、私は犬が好きです。止めていただいて、 I like dogs. I like dogs. はい、じゃあ次、あなたは犬が好きですか。止めていただいて、 Do you like dogs? Do you like dogs?じゃあ次、うちのお父さんは犬が好きです。止めていただいて、 My father likes dogs. My father likes dogs. ここで My father が主語になったので、動詞 like に likes というふうに三人称単数の S がつくんですけど、これを言い忘れちゃった人は別にいいです。でも聞いて、なんで S がつくんだはって感じの人はこれをやってくださいということですね。はい、じゃあ次、うちのお父さんは犬が好きじゃない。止めていただいて、 My father doesn't like dogs. My father doesn't like dogs. はい、ここ否定の時に doesn't、 これを入れれなかった場合、まあ、それもまあよしです、大丈夫です。慣れっていうのもあるからね、言い慣れてないと出てこないので。ただ今解説を聞いて、あ、三人称単数が主語だから don't じゃなくて doesn't だよねとかっていうのが知識としてわかる、聞いてわかるだったら OK です。でもはって感じの方はこっちをやってください。では次、これ何ですか。止めていただいて、 What's this? What's this? はい、 What と is の短縮で What ですね。 What's this? はい、何っていうものを聞きたいので頭に What というものが来ると、これがはって感じの方はこれをやり直してくださいということですね。じゃあ次、それいつですか。止めていただいて、 When is it? When is it? はい、いつっていうのを聞きたいのは When ですね。はい、じゃあ When っていうのを聞いて、あ、いつだよな、そうだったそうだった、ちょっとうっかり忘れてたわみたいな感じだったらいいんだけど、はって感じの方はこれですね。あとはこの文の並びがなんでそうなるのかわからない方っていうのもこれですね。はい、今みたいに今言ったような日本語を10秒以内に英語にすることができない、または解説を聞いてもちょっとよくわかんない、文の並びがよくわからないという方はこれをやり直した方がいいです。
これは中学校1年生に凝縮されてるんですよね。だから無駄な部分がすごく削ぎ落とされています。要は日常会話で使う6割の文法が凝縮されてるんですね。無駄なページがないです。これすっごくわかりやすいです。はい。そしてイラストもすごく可愛いんですよ。なんか可愛くない？はい、可愛いのですごくいいですね。はい。なのでちょっとこのエビン君はね、結構中学校の英語全部網羅されてるので参考書代わりに後々使えてすごくいいんですけれども、ちょっとこれが難しいという方とか、今申し上げたような日本語を英語にするのが難しいとか、解説聞いてもちょっとなんか語順よくわかんないっていうはみたいな感じの方はこっちということですね。でこれ薄いしすぐ割とできると思うんですよ。でこれやったら日常会話で使う6割の文法はこれでわかります。はい、これすごいですね。でもう一個すごいこと言ってきますね。これ980円なの、安くない？あともう一個すごいこと言ってきますね。これ動画の解説が全部あるんですよ。もうめちゃくちゃいい先生と思って、はい、これ動画の解説が CD もついてるんですけど、音源が CD もついてるんですけど、まあ、それって普通じゃないですか、はっきり言ってね。 CD の音源はついてる、どの教材も。でもこれ、この監修してる山田先生っていう方の動画が YouTube に全部あります。例えばレッスン1、主語と動詞とはね、もういつも私も口酸っぱく申し上げてますけど、主語と動詞とはの解説が1ページまずあるんですよね。すごくない？主語と動詞とはだけで解説1ページあって、右側に主語と動詞を自分で選ぶねっていう問題がついてるんですよ。でこれの解説が動画に YouTube に上がってます。全部全ページだから自分でできますよこれ。はい、では最後にまとめますと、この中1英語を一つ一つ分かりやすく、これで復習した方がいい方っていうのはどういう方かというと、まず、学校の英語が嫌いだった方ですね。学校の英語が嫌いだった方、もう文法の授業とか全然聞いてませんでしたみたいな方はこれがいいです。はい。であとはミスターエビンの中学英文法終了するドリル、これまあヒットしてるね文法書なんで、これをやってみたんだけれども、もうちょっと難しすぎるという方ですね。これは中学校英語全部網羅されてるんですけど、参考書としてもね後々使えるんでいいんですが、やっぱり難しいところも結構あるんですよね。はい。なのでこれが難しい方は、こちらが向いてますね。はい。あとは先ほど申しました私が言った日本語を英語にできなかった方、また解説を聞いても答えを聞いてもなんでその語順になるのかわからないという方は中1英語を復習する必要があります。なのでこれをやってみてください。でこれがいい点というのは、動画で解説が全て上がってるんです。 YouTube 上に下にリンクを貼っておきますので、お一人でできます。そして薄いよね、薄いからできるじゃないですか。まずこの一冊、もう全然文法聞いてなかったみたいな方はこれを一冊ちょっとやってみて、薄いからできますよ。誰でもできると思います。1個ずつ動画を見ながらやってみてください。下に動画貼っておきますね、この山田先生の。はい。では最後に、私の生徒さんにもいらっしゃるんですけれども、学校の時の英語が嫌いだったとか、もう文法用語聞いたらブツブツができるみたいな方ですね。はい。そういう方も大丈夫です。英語話せるようになりますから。はい。ただですね、中学校の文法は大事なんです。特に中1文法ね、中1文法が6割握ってますので。はい。なのでまずはね、この薄いこの中1英語を一つ一つ分かりやすくて自信をつけてください。絶対にあなたでもできます。必ずできますからね。もう分かってる方はやらなくていいんですよ。はい。もう学校の英語がもう全然嫌いだったとか、もうちんぷんかんぷんみたいな方ですね。もう文法用語はブツブツができるっていう方ですね。はい。そういう方はこれをやってみることをお勧めします。何か気づきがございましたら、グッドのボタンをいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。バーイ。